久保さん、まあ、確かにね、納得できないことですね。あ納得できないよね。まあ、これはまあ、久保さんも多分痛いほどね。いやいや、久保さん、それはちょっと、みたいなね。そう、そう思うんだったらなんで相談してきたいみたいなね。<laughs> まあ、とりあえず受け入れてほしいですよね。あ、わかりました。なるほど。そういう方法があるんですね。って言ってほしいですよね。<laughs> 相談してるんだったら。あ、わかりました。やってみます。 で、やってみますって言うんだけど、やるかどうかは後で決めればいいんですけど、なんか、最初からね、否定されるみたいな。いや、否定するんだったらさ最初からアドバイス求めんなよ、みたいな。<laughs> とりあえず、受信する。とりあえず、受信してからまた考えればいいじゃないですか。受信も小ま、小まむってね。なんなんだ、みたいな。<laughs> まあ、あるあるですけどね。うん。うん、僕も、なんだろうな、その、うーん、 うん、で今回テーマどうしようかなや。やりたくないことが、やりたくないことこそと、やりたくないこそ宝にしましょうか。やりたくないことこそ宝っていう、うん。だってやりたいことやってきて、なんだろうな、あの、今の人生なわけじゃないですか。やりたいことやってきて今の人生ですよね。いや、吉田さん。 いや会社はやりたくないこともやってますっていう話ですけどその会社を選んだのは自分がやその会社で働きたいと思ったから一応その会社にだって採用通帳もらってもねそれを決めるか決めないかは誰ですかって話なんで <laughs> やりたいことをやってきて今なんじゃないですかっていううんだからまああのー 僕もあの本当にやりたくないことをやってきて売り上げ作ってますしやりたくないことをやってきて今があるんで,で逆を言うとやりたくないことをやってきてやりきってやり抜いてやりたくないことですらね例えばセミナーとか何ですかね人前、まあ、に出るとかそれをやりきって今思うことが、まあ、やりたくないことでもやれるようになったと。 やりたくないことでも結構簡単にやれるようになった。で、簡単にやれるようになったから、簡単にそれをまた選択できるってことですね。うん。やりたくないことでも、簡単に一応選択はできるようになったよっていう。昔に比べるとね。顔を出して喋るとかも、昔やりたくなかったけど、やりきったことによって、別にそれを選んでね、簡単にまたできると。うん。だから、やりたくないことこそ、宝じゃないですかね。 だ今できることしかやらないんだったら、今からの進化をすることは変、変化だったり進化っていうのは難しいんじゃないですか。昔、そのヒカル君がなんか言ってましたけども、工場で働いてるときね、俺、工場でこれ働いてたら、もう、絶対金持ちになれねえな、みたいな。<laughs> まあ、ロバート旧キューサーのね、その、なんか、経営なんとかの4つの、あの、あれありますけども、工場でこれ働いたら、絶対こ自由とか金持ちになれんぞと。で、変えたわけですよね。 なんかそういう話をしてましたけどね。うん。まあ、やりたくないことをやってみたらいいんじゃないですかね。いろいろと。うん、で,きできないと思うことを、なんだ、やってみればいいんじゃないですかね。うん。でもやらないとやれるようにならないし、できないと思うことでもやらないとできるようにな、一緒にならないし。うん。いってらっしゃい。